はい、おはようございます。元バンディット400V です。2月の19日日曜日7時53分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。今日も寒いな。日中は結構暖かくなってきたんですが、朝はまだ寒いです。はい、今回の話題はちびっこライダーあるあるをちょっとだけ話していきます。前も一度話したかもしれませんけども、ちびっこライダーにとって、バイク選びは、見た目とかですね、排気量とか、あまり重要ではなくて、シート高が何よりも重要。要は最低でも片足のつま先が届かないバイクはセンターシップ紙から外れちゃいます。ということで、シート高、あとはシートの幅ですね、これが、最優先のスペックになります。とあとは、普段の、服装もそうなんですが、バイク関係の、ジャケットやら、もろもろ、バイクギアですけども、なかなか合うサイズがないんで、これもかっこいいな、こういうのいいなと思っても、サイズがないと、買えないと。サイズ重視で選ぶしかありません。あとは、走ってて、ありがたいというのが信号待ちの縁石、とにかく止まった時にですね、しっかりバイクを、固定させるという面で言うと、縁石が非常に助かりますね。あともう一個、ちびっこライダーに嬉しいのが、わだち。関東の道路ではあまりですね、経験したことないんですけども、昔田舎の方に住んでた、時は、わだちのある道路がありまして、これも信号待ちでわだちがあると、そこのわだちの一番、深いところにですね、止めると足つきが途端に良くなります。というので、重宝しました。はい、短かったですけども、バイク、ちびっこライダーのバイクあるある、この辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。